河野久志3月27日から1936年3月6日は、日本の陸軍軍人。航空兵隊。所沢陸軍飛行学校総縦学生。2.26事件に参加。湯河原で、牧野信明前内大臣を襲撃したが負傷。後に自決した。民間人を主体とした、襲撃部隊を指揮し自動車2台に分乗。 不評第一連帯を2月26日0時40分、頃出発。5時頃湯河原に到着、伊藤屋旅館の元別館である、甲府層にいた、牧野信明前内大臣を襲撃した。警護の巡査、皆川義隆は、河野らに拳銃を突きつけられて、案内を要求されたが、従うふりをしつつ、振り向きざまに発砲し、河野及び、予備役総長、 宮田明を負傷させたが、皆川巡査は殺害された。脱出を図った牧野は襲撃部隊に遭遇したが、旅館の従業員が牧野をご隠居さんと呼んだために、旅館主人の家族と勘違いした兵士によって、石垣を抱え下ろされ、近隣の一般人が背負って逃げた。この際、旅館の主人、 岩本亀さんと牧野の使用人で看護婦の森鈴江が銃撃を受けて負傷している。静岡県熱海市にある自決の地の日、牧野信明襲,襲撃時に負傷、東京第一永寿病院熱海分院に入院していた河野の元には弟たちから自決を促す電報が寄せられていたが、本人はすでに自決することを決めていたと言われる。面会に来た兄。 孔の司に自決用の刃物を密かに持参するよう依頼した。司は渋谷道玄坂の刃物店で果物ナイフを購入、差し入れを行った。3月5日午後、軍服に着替えて病室を抜け出した孔のは、分院の外で滑腹首動脈をついて自決した。しかし、果物ナイフだったことから致命傷にはならず、16時間が、 たった3月6日朝、死去した。去年30。葬儀は、東京で行われ、徳川義徳中将ら所沢飛行学校の教官、同期らも参列したという。時世、青荒らしすぎて、静けき日よりかな墓所剣葬寺なお、自決時の果物ナイフ、遺品などは、襲撃現場となった、高風葬に展示してある。旧世、熊本県立最最高中学校は、 事件に関わった青年証拠を他にも排出している。ありがとうございます。